行ったお墓が本当に骨が埋まってないんですよね。と私は思ってるんですよ。それ確認はですね、でももしあれでしたら、あの島連盟の担当者に確認いたします。誰があるんですか。いや、ここでは分かりません、はい、島連盟じゃないですから。ここは墓の方は埋まってないから、担当者は墓が関係ないですから。墓がないのに、なんでよ、おかしいでしょ。いや、骨があるかないかはね、それは掘り返したわけじゃないですから、それは分かりません。ただあの千島連盟の担当者はですね、どういう状態になってるか、みんなあの千島連盟、千島のそこにいたですね、あの古川区に住んでいた人たちは、俺たちの墓はここでないって言ってるわけですよ。違うとこだと言ってるわけですよ。それを今千島連盟で調査をしようということを言っております。団長は、はい、その戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか、はいはい、反対ですか。戦争でだからロシアが混乱してる時に取り返すのは OK ですか。いや、戦争なんていうことは使いたくないです。使いたくない、はい、でも取り返せないです、ね、いや、戦争したって戦争するべきじゃない。戦争しないとどうしようもなくないですか。いや、戦争は必要ない。何をどうしたいですか。え、何をどうしますか。いや、何をですか、うん、どうすればどうすればって何をですか、うん、いや、何をどうすればいいですか。この島、え、この島を、いや、それ私に聞かれても困ります。いや、もう直接に言うと返してもらったら一番いいと思います。戦争だ、戦争なく、はい、戦争はすべきじゃないと思います。それは個人的な意見です。早く平和条約を結んで解決してほしいです。